こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は毎月恒例の生活費公開シリーズの7月分になります。パタヤの街の変化とともに変わっていく僕の出費の内容もぜひご覧いただければと思います。今回の映像は7月26日月曜日の3時過ぎのウォーキングストリートを歩いた映像になります。では早速家賃からなんですが、こちらゼロということで一切金額かかってません。コンドミニアム購入済みということで、教育費、固定資産税はすでに払い済みですので、毎月かかるお金は一切ありません。続きまして、水道光熱費なんですけれども、494ということで、水道代158、電気代336、合計494バーツとなってまして、ここ2、3ヶ月ずっと同じ金額になります。最初の頃は偶然一緒なのかなと思ったんですけれども、今回はクーラーを結構使ったにもかかわらず全く金額が変わってなかったので、ちょっとおかしいなと思って請求書を詳しく見てみたところ、国からの補助が入ってました。実際使ってた電気代はいつもの 1.5 倍ぐらいは使ってたんですけれども、今回は2つの割引が適用されました。詳しくいくら割引になってますよという記載はなかったんですけども、通常1ユニット 3.25 でしたので、それで計算しますと政府の補助が120バーツ入っているという計算になりました。限度額はあると思うんですけれども、電気代使ってる金額が増えれば増えるほどこの補助も増えるんじゃないかなと思います。そしてもう一つの割引はラザダというネット通販で支払いをすると20バーツ安くなるということで、今回初めて試してみたんですけども、ちゃんとクーポンが適用になりました。もともと安いんですけども、さらに140バーツが割引となった計算になります。そして最近お伝えしてなかったんですけども、通信費なんですけども、こちらもゼロとなってます。ネット使い放題の D-TAC の SIM カードを年間1355バーツを払って購入済みになりますので、全くネット代はかかってません。電話代だけかかるんですけども、こちらもプリペイド式になりますので、たまに20バーツ、40バーツを追加するだけで十分なので、毎月はチャージしてないです。ということで、今回はゼロとなりました。ただ、この SIM カードがあと2ヶ月ぐらいで切れちゃいますので、そろそろ新しい SIM カードを探し出そうかなと思ってます。続きまして食品になります。スーパーマーケットのロータスに4回行きまして2120バーツ、ここでだいたい日用品も買いますので、この金額に含まれています。そしてラタノコン市場に3回行きまして、野菜中心に647バーツ購入してます。あとマクロという日本食品も結構取り扱ってる卸問屋に1回行きまして574バーツ、あと近所にできた卵屋さんに行きまして1回30個入りの卵を3回購入して295バーツ、そして最後が肉屋でオーストラリア産の神戸牛を 1.5 キロ300バーツということで、正確に言うと肉の卸問屋をやってるタイ人の友達に格安で譲ってもらったお肉になります。コロナ前とかは結構頻繁に買ってビーチでバーベキューとかしてたんですけども、だいたい3キロとか5キロ単位になりますので、最近は買ってなかったんですけども、久々に購入しました。ということで食費の合計が3936バーツということで、ここ最近では一番高い金額になりました。やはり自炊する機会がかなり増えましたので、この金額も必然的に増えるんじゃないかなと思います。そして今回一番高かったのがお酒の買いだめ代になります。お酒の販売中止ということもあり得る雰囲気だったので、ちょっと普段よりも多めに購入したんですけれども、4回酒屋に行きまして6392バーツということで、内訳は大焼酎が21本、あと特に高かったのがブレンドソンペハーの1リットルの箱12本入りなんですけれども4392バーツでした。ただたくさん買ったんですけども、ほとんど消費してないので、今月もしかしたら来月も買わなくてもいいぐらいなんじゃないかなと思います。そしてスポーツもだいぶできなくなってしまいまして、今回はテニス3回240バーツ、ただ2回は無料のところでやりましたので合計5回できました。でバドミントンは1回だけできまして50バーツ、でサッカーはですね一番やりたいんですけれども、今回も1回もできなくて、もう3ヶ月ぐらいやってないじゃないかなと思います。そして合計が290バーツとなります。そして飲み会の数も大幅に減りました。
ほとんど後半は家飲みも含めて飲み会はできなかったので、まあ、トータルが家飲み5回1162バーツ、外飲みが、まあ、ビーチとかで飲んで3回330バーツ、合計で1492バーツとなりました。ある程度バーとかが空いてないのは仕方ないかなという気はするんですけども、もう家飲みも一切できないというのはかなり厳しい状況です。そして外食もかなり減りまして、トータル10回1395バーツなんですけども、そのうちレストラン店内で食べたのがもう本当に最初の方だけ6回で、これすべて撮影で行ったんですけれども、あと2回分取りだめしたやつが残ってるのでめちゃめちゃおすすめなので、それも近日中に公開したいと思います。テイクアウトの4回はすべて個人的なものになります。そして普段よりもちょっと多めにかかったのがこちらになります。交通費1260バーツということで、ガソリンは4回しか入れなくて400バーツ、あとバイクがスタートできなくなってしまいまして、バッテリーを交換しました。バッテリー2種類ありまして、コピーのものが450バーツで、あと純正が650バーツということだったんですけれども、200バーツしか違わなかったので純正のバッテリーに交換しました。でその時ついでにライトの電球も切れてたので50バーツで交換してもらいました。また別の日にパンクしてしまいまして、こちらチューブ交換で160バーツとなります。タイはバイクの修理とかがめちゃめちゃ安いので、維持費的にはかなり安く済むので助かってます。今僕が乗ってるバイクも結構古いので買い時ではあるんですけども、まあ、ちょこっとずつ直していくとまた愛着が湧いて、もう1年だけ乗ろうかなっていう気持ちでどん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 伸びてきてます。そしてその他ということで細かいものは全部こちらにまとめました。で今回床屋を変えまして、今まで100バーツのところ行ってたんですけども、今回から120バーツのところに行きまして、まあ、20バーツのチップで140バーツ、あとシープファームに行った時の餌代20バーツとか、家の水の自販機で買ってる水代18バーツ、あと新しく今回証券会社の口座を開きましたので、まあ、その書類送る代55バーツ、この辺の新しく始める投資に関してもまた今月中ぐらいに動画できたらなと思ってます。そしてタイレノールという薬を買いまして30バーツ、まあ、これコンビニとかで売ってる安い薬なんですけども、まあ、頭痛薬とかになるということで、一応僕の唯一のコロナ対策ということで、かかった時に飲もうかなと思いまして4つだけ購入して今家にストックで置いてます。そして先月が1万2000バーツ超えでめちゃめちゃ使ってしまったネット通販ラザダの金額なんですけれど もう今月はですね、あんまり欲しいものがなくって、 YouTube 用の撮影機材とあと運動靴を2足買って575バーツという金額に収まりました。以上が7月のすべての出費になります。水道光熱費が494バーツ、食費が3936バーツ、酒代結構かかりまして6392バーツ、スポーツ290の飲み代1492、外食1395、交通費が1260、その他263で、最後ネット通販が575バーツということで、7月の全出費の合計金額は1万6197バーツとなりました。日本円で換算しますと大体5万4000円ぐらいになります。今回の出費の傾向としましては、ほぼ半分ぐらいがお酒、あと飲み代ということで、アルコールケースめちゃめちゃ高かったんですけれども、まあ、生活費の半分がお酒っていうのもちょっとやばい生活かなとは思うんですけども、まあ、全て飲んだわけではなくて、まあ、ストックであるということなので、来月分も買ったという感じで、まあ、そこそこ安く済んだんじゃないかなと思います。そしてネット通販とかで買い物しまくってた先月と比べますと9243バーツ減りました。先月は欲しいものは我慢せず何でも買ってしまおうというスタイルで生活してたんですけども、まあ、今月もそれほど我慢したというイメージはないんですが、気づいたらかなり減ってました。あと7月後半に誕生日があったんですけども、例年ですと 4,50 人友達を呼んでビーチでバーベキューパーティーをするんですけども、去年に続いて今年もできませんでしたので、ほとんど誕生日で出費がなかったのも大きかったなと思いました。以上、今回は毎月恒例の生活費公開シリーズ7月分をお届けさせていただきました。
ウォーキングストリートのそのままの映像はサブチャンネルにアップしましたので、まあ、文字でちょっと見にくかったけどちゃんと見たいっていう方はそちら動画説明欄からご覧いただければと思います。次回あさっての動画はパタヤ市内の様子を今日撮影予定なので最新の街の雰囲気をお届けしようと思いますのでぜひご覧いただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。